おはようございます。今日は1万2000円で新しく買ったファンボード、こちらで入りたいと思います。ハードタイプのファンボードですね。行く、海に行く。やってきましたね。最初買った時ね、セブン8って書いてあったんですけど、私のセブン6のソフトボードとこう重ねた時にですね、ぴったり同じだったんで、セブン6のファンボードで間違いないと思います。セブン6でした。まあソフトボードよりは明らかにテイクオフは遅いですね。で、まあショートボードよりは速い。波に乗っちゃえばもちろんソフトボードよりは動くし、スピードもつきます。ただ私としてはね、やっぱりもっと本数乗りたいっていうのと、あとはいつも乗ってるソフトボードの70リットルの浮力の板をもう思いっきりこの足のパワーで沈めてレール入れて、そのもう思い切って体を使いたいんですよね。今日の板はもう動かすのにもうパワーはいらないですね。全然もう乗ってちょっともう体重移動するだけ、それで簡単にクッククック動いちゃうんで、自分としてはなんかちょっと物足りなさを感じる。なんていうんですかね、もうちょっと押せばもうちょっと押せばなびく女みたいな、そんな感じ。ちょっと押せばこっちになびいて、そんな感じの全然手応えがない女みたいな、そんな感じ。ショートボードとソフトボードの間ぐらいよく動くそのまんまですけどね。まあでも1万2000円でね、これだけ楽しめるんで、すごくいいお買い物だったんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。レッツソフティー。